あたりで今2トップのような位置、ここに川田がいます。さあ縦のボールこのまま決まった、このまま決まってしまいました。セレッソ大阪今そのままゴールに吸い込まれていきました。そうですね、本当にでもやっぱり調子がいい時っていうのは正直ラッキーなんですけど、この2がやっぱり回ってくるんですよね。それからは最後まで追っかけたと思いますし、いや丸橋のキックでしたが、このままリカルド・サントスを狙ったところなんですが、いや